はい、皆さんこんにちは村長です今日はスタジオワンのミ d i についてちょっとお話をしますミ d i の本題に入る前に皆さんはあまり得意ではないだろうマクロということをお話ししたいと思います 最近 MIDI のメロディーとかをシンセサイダー V などの歌声合成に持っていかれる方もたくさんおられると思いますそういう時に例えばこの画面の右の方にあるような簡単なメロディーがあるとしますよねシンセサイダー V では例えばこのように音符が重なっているもしくは音符が離れているそういうような時に ううううままくく歌歌声合成ががいいいいにくいというそういう特徴がありますもちろん意図的に音符を離しておいて詰まったような歌い方にするというそういうテクニックもあるんですけれども一般的な歌声合成を作るときには音符同士が重なり合わず離れずというのが一番自然に歌を歌うということがわかっています。 そういうときはどうするんでしょうか。スタジオワンの場合はこのようにそれらを選択しますよね。この状態で長さというのがアクションの中にありまして、この長さというのを選んでですね、そしてレガートとオーバーラップ修正というこれがあります。これを OK すると、このように音符が重ならず、 そして離れずというこういうものが作れるようになっています。ちょっと戻します。これをですね、アクションから出して、こう選択してという風うにするのにはあまりにも時間と手間がかかりすぎます。それではここでマクロオーガナイザーのことについてお話をしたいと思います。スタジオ1メニューからマクロオーガナイザーを出します。 するとこのようになっています。今ここに3つのコマンドを作ってあります。この作り方を説明しますので、一旦レガートを削除します。マクロを新規に作るときは新規ボタンを押します。そうしまして、スタジオワ o n e にいろいろ準備されているコマンドというのがありまして、 まあ、自分でコマンドを1から作るというのは基本的にはできません。ですから、スタジオ1が準備してくれているコマンドを繋ぎ合わせて、そして制作するということになります。ここで先ほどのパラメータは長さというものでしたから、ここに長さと打ちます。 すると、ここに音楽機能の長さというのがあることがわかります。これが、いわゆるコマンドです。これをダブルクリックしますと、もしくは、ここの追加というボタンを押しますと、右の方に移ります。そして、これはレガートのソフトを作っていますので、レガートと打ちます。そして、グループの名前なんですけれども、 これは検索をしたりしやすいために僕はこういう打ち方をしています。デロと押しましてそして村長このようなグループとして作っていますそしてこの音楽機能長さというところをクリックすると先ほど手動でやった画面が出てきます ここでレガートの機能をやりたいのでここでレガートというのを選択しますそして OK をします確定の OK をしますこうするとレガートというソフトがこのように作れたわけですこれで閉じたいと思います今度はショートカットキーを作っていきますショートカットの件は僕の場合 ストリームデッキという左手デバイスを使っています。別にパソコンキーボードでもいいんですけれども、こういう便利な機能がありまして、もう先にですね、一番上の左から二番目、これはですね、コントロール・オルト・をという風にショートカットを作っています。その隣はコントロール・オルト・ L です。そして、 今やろうとしていましたレガートというのは AltShiftL このようにしようともう前準備していました別にこれは約束事があるんではないですので自分の好きなショートカットを考えてくださいスタジオワンの方に戻りましたここでショートカットを登録するという作業をする必要があります スタジオワンのメニューからキーボードショートカットというのを選びます。そしてここで自分が作ったコマンドですね。これを選択します。例えばレガート。こうしましたら自分の作ったコマンドが出てきます。そしてこれをどのようなキーに割り当てるかということですが、Alt Shift L としようということに 先ほどなっていましたのでこのキーを入力というところで Alt と Shift と L を押しますはいこのように押せましたそして Assign というのを押します今度は同じような要領で先ほど作ったマクロこれの名前を確認します僕は分かっていますが皆さんに分かりやすくするためにこれを開けます リムーブと頭についていますね。リムーブというのとリムーブオーバーラップレガットです。実際やりたいのはですね、リムーブオーバーラップなんです。ちょっと名前の付け方が間違っていました。これをちょっと編集します。そして名前をオーバーラップとわかるように付けておきまして OK をします。 変更しますかはい。このようにですね。先頭にリムーブという言葉が入って2つのコマンドが作られていることになります。ですのでもう一度キーボードショートカットに戻ります。ここでリムーブと打ちます。このように自分の作ったコマンドがあと2つ出てきましたね。もう一度確認します。まず、 リムーブオーバーラップはコントロール・ a l t オそして r e リムーブ・オーバーラップ・レガットこれはコントロール・ Alt L です。L と O ですね。ですからこれを覚えておきましてスタジオワンの方に戻ってきましたリムーブ・オーバーラップの方はここでコントロール・オルト・オそしてアサインをしますリムーブ・オーバーラッププラス・レガットの方は Ctrl, Alt, L を設定します。これでアサインができたわけです。OK をします。ちょっと見てみましょう。ここにあるのがメロディーです。もう一度このように元に戻しておきます。このようにすれば、選択をしまして、 ショートカットキーですね。Ctrl と Alt と L を押しますと、このように一発で繋がりました。これをストリームデッキで同じようにやりたいと思います。オーバーラップとレガートを一緒に処理するという真ん中のボタンですね。これを押します。このように繋がりましたね。このように左手デバイス、これをうまく使えば、 ワンタッチでできるようになります。なかなかコントロール、オルト、L なんていうのを頭で覚えておくのはとっても大変です。でもストリームデッキ、そして僕はその他にもですね、ループデッキというここにダイヤルがついたようなそういうデバイスも持っていますし、あとはトゥアーボックスという同じようなものも持っています。どれが便利かな と思いながら買いました。ちょっと3台というのは贅沢ですけれども、このようにして、なるべく効率化できるような仕組みを考えています。それでは、ここまでがマクロを作って、そしてそれをキーボードショートカットに割り当てるというセクションでした。次は、スタジオ1の MIDI 編集機能。これについてお話をしたいと思います。 はい。スタジオワンでは、これ今、マウスでスクロールをしています。このようにですね、ぐりぐりすると上下に動くわけです。そして、コントロールキーを押しながら同じようにぐりぐりするとですね、このように幅が変わります。はい。これ以上広くはならないんですけれども、このように幅を変えることができます。この時に大きくしておけば、 とっても便利な機能があります。通常はこのような形で小さい時ですね例えばこれのベロシティを変えたくなった時には3つありますのでどれを上げたいかという時はその音符を押しましてそしてこれで上げるということになりますもちろん3つ同時にしたい時は このように選択をしまして電体を上げるということができるようになっていますこれは当たり前ですけれどもスタジオワンの5からちょっと便利な機能になりましたそれはこのようにコントロールで拡大して大きくしておくとですねマウスを近づけるだけでボリュームを切り替えれるようになりましたが 皆さんはこの機能を十分に使ってらっしゃるでしょうかアイコンの形がこのように鉛筆とボリュームのグラフみたいなものが出るようになりますここで上に上げると大きくなりますそして下に下げると小さくなりますはい通常は今矢印のツールになっていますので このようにして動かす。これが通常のやり方です。でも、例えば消したりするのはコントロールを押しますとこのように消しゴムマークになりまして消すことができます。そしてもう少し便利なのが音符の下の方に持っていくとカッターの絵になってスライスができるということです。 どの位置ででもスライスはできます。ここで切ってみましょう。このように音符を切れますので、どん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 切っていくときにも便利です。いちいちこの近づけるだけでできるようになります。そうしまして、切ってしまったときに、もう一度この二つの間に持っていくと、 カチンと押すだけでまた結合ができます。皆さん、この便利な機能を実際使っていらっしゃるでしょうか特にこういうストリームデッキというのを持ってたりすると、拡大とか縮小もとっても便利ですので、例えば、電板というのを僕は作ってありまして、そしてここで横拡大、縦拡大ですね。こういう機能を 割り当ててありますので、画面の方で見ていただきますと、今のボタンを触るとですね、このように横拡大、横縮小、こんな簡単にできますし、縦の方の拡大縮小も、このようにできますので、とっても効率がいいですよね。全体を見るというのも、このようにボタンを作っています。 もう一度ストリームデッキを見ていただきます。ここらで全体とかそういうのをやっていたわけですね。このように戻ると保存とかいろんなことができるように、もうほぼキーボードを使わないでですね、ここでショートカットをできるようにしています。左手デバイスは僕にとってはなくてはならないものでして、皆さんも この辺のところをうまく使ってですね。まあ、そんなにこの頃は高くなく価格も収まってきましたし、中古なんかもいっぱい出てきました。ですから、左手デバイスを上手に使ってですね、より効率よく使っていただきたいし、MIDI の方もクンタイズとかですね、そういうのは皆さんもほぼ勉強してらっしゃると思うんですけれども、今日やったような レガート処理もしくはオーバーラップの処理そして個別のボリュームを簡単に調整したりこの辺の機能って勉強した時は覚えてるけれども使っているうちに忘れてしまうというようなことも多いんではなかろうかと思います皆さんもなるべく効率化できることはいろいろチャレンジしてみて ストリームデッキが必ず必要ではありません。キーボードショートカットをですね、まあ、覚えるというのはいいことなんですけど、ちょっと覚えるというのにもですね、なかなか至難の技です。こういうものも検討されるといいんではないかと思います。今日は MIDI、そしてマクロオーガナイダーでのマクロの制作、この2つについてお話をしました。他の DAW の方でも、 一つの参考にしてみてください。いっぱいいろいろ機能があるはずですけど、見落としたり使っていない機能がたくさんあるはずです。村長スタジオでした。